we are preparing to the race to the peak, the Pike's Peak. はい、吉岡俊樹です。皆さんこんにちは。ですね、Pike's Peak International Hill Climb、来週に迫ってきました。Pike's Peak、知らない人もいると思うんですが、アメリカのコロラド州で、年に一度、だいたい独立記念日前後に行われる、ヒルクライムレース、これに参加したいと思います。コースはですね、ロッキー山脈の、一部使うんですけど、標高は、富士山よりも約500メートルぐらい高い、山頂は4300メートル、で、スタート地点は2800メートル、1000メートル以上、標高差のある山道を、全開で駆け上がるレースがアメリカにあります。それに参加したいと思っております。今年で3年目で、今年は東名パードさんのサポートのもと、このスバルの BRG に、EJ26 このエンジンを乗せていきたいと思います。去年はシルビアで走ったんですけど、今年は排気量も上がってるし、新しいタブもついてるし、エンジンも信頼できるものだし、すごくいいタイムが出るんじゃないかなと。その前にまずゴールすることが大事で、先週テストに行ったら、ちょっとクーリングシステムが少し弱かったので、今急遽 V マウントに改造して、ラジエーターとインタークーラーとここにきっちりと冷やして、そういう車に不安のない状態で全開で走れるように今準備してます。頑張ってください。頑張ります。応援よろしくお願いします。